始まりきやの YouTube プリスト、イエイ。はい、始まりきや YouTube プリスト、前回に引き続きですね、はい、ASJJF オールジャパンギアの乃木、このパート2、僕だと思います。 MC の橋本きやです。はい、KNU から来ました、マカピンです。提供をお願いします。はい、橋本きやの柔術プリスト、この番組はファイターズショップブッテリア、金属工事、柔術一式、一鉄、イサミ、ベリーハードトゥーサムミット、ラスコンチャス、ズマン、株式会社フルホース、スクランブル、以上各社の協賛により、ミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りします。今日は5月29日、タイトリバーサイドスポーツセンターで行われた ASJJF オールジャパンギ&ノーギ2016パート2の試合を見ていただきますが、見どころはどんなところでしょうか。はい、前回はノーギがほとんどだったんですけど、今回は全部充実ですね、はい、もうバラエティに富んだ、もう女子、色帯、茶帯、ここら辺をね、がっちり見ていきたいと思いますので、お楽しみにしてください。はい、VTR スタート。はい、エキシビションマッチ、ルアン・ナガセ対アイラ・フランコです。はい、出てきました、このね、フランコファミリーの末っ子ちっちゃー。はい、もう末っ子で、この下にもまだ双子がいるんですけど、はい、この一番下の、ね、娘、アイラ・フランコ、はい、出てきました、これ、3歳かなだからエキシビションマッチ、はい、はい、早い。もマウントから腕印とかやってますけど、はい、まあ、2つだけ一丁前にやってますね。はい、おめでとうございます、アイラ・フランコ、はいはい、女子アダルト白帯ライト1回戦、キャロリーナ・クワハラ対細谷千恵子です。はい、キャロリーナ・クワハラ対細谷千恵子、はい、キャロリーナ・クワハラがね、今ね、あのインファイトジャパンで売り出し中ですから、はい、もうレベッカ・ロボがね、ちょっと攻めりたいですね。もう最近ね、クラブ通いしてるっていうね、噂がありますから、クラブ通いでね、レベッカ・ロボがもう充実やってないということで、ね、キャロリーナ・クワハラ頑張ってますよ。はい、もうクローズドガードからの腕十字がうまい。今も腕十字もほぼ決まってるんじゃないですか、これ、はい、腕十字がうまい、一本勝ち、早い、2分21秒腕十字で一本勝ち、キャロリーナ・クワハラ回戦勝利ですね。はい、相変わらずキレがいい。はい、女子アダルト白帯ライト決勝戦、キャロリーナ・クワハラ対アガタ・フランコです。はい、このライトの決勝戦、キャロリーナ対このね、アガタ、はい、もうね、前にね、前の大会でもキャロリーナがアガタの腕をね、ぶっ壊しましたからね。腕決めてね、腕つってましたからね。さあどうでしょう、それ以来のね、リベンジマッチ、はい、キャロリーナ・クワハラ対アガタ・フランコ、二人ともね、オレンジ帯ですね。はいはいはい。ただあの、キャロリーナの方がちょっと階級下ですね。今回のライト級に上げて参戦ということで、どうでしょうか、はい、もう前回ね、決められてるだけにこのアガタもどうにかしようというところなんですけども、ちょっとまたちょっと三角クラッチされてますね。これ大丈夫でしょうか。やっぱり、ね、ガードからのテクニックうまいですね、クローズガード、はい、さあまた腕十字か、うん、さあ腕十字どうか。お、足すくってもこれ、おもう、お、いいですね、いいですね。でもまだ体入ってない、はい、でももう腕は取ってますね。腕十字になるところですね。腕十字になる、そう、また決められる、あ、大丈夫かこれ、また腕どうかどうか、両手入ってますよね。そうですね、まあ腕十字両手入っても大丈夫、三角締めが両手入っちゃダメなんですけど、そうなんですね。はい、とはいえまたちょっとこれはどうか、大丈夫か、あなた、キャロリーナのね、このね、腕十字のキレはね、さえ渡ってますね。はい、あ、どうだどうだ、またこれどうか、の伸びるの、あータップだ、またタップだ。3分49秒、はい、腕十字、キャロリーナ・クワハラ
一本勝ちでライト級優勝です。はい、赤田敗れる、残念。はい、女子アダルト白帯オープンクラス1回戦、フラビアフランコ対細谷千恵子です。はい、出てきました、この赤田の母ちゃんフラビア。はい、アイラもそうだし、アガタもそうだし、イングリッチもそうだし、その母ちゃんですよ、はい、お母さん、フランコファミリーを支えるフラビア・フランコ、どうでしょうか、この肝っ玉母さん。おー、どうでしょうか、このね、母ちゃん出てきましたよ、その対戦相手、はい、細谷千恵子選手、パライストラ八王子、あ、ちょっともうパスですね、いきなり早い。これ母ちゃん、これまだ住宅始めて半年ぐらいですからね、まあ、練習してるかどうかもちょっと怪しい感じなんですけども、あ、そうですよね、はい、とりあえず出てきた的なところはありますが、どうでしょうか。もうマウントだ、マウント取られてますよ。はい、その母ちゃん手伸ばしたら大丈夫か、手伸ばしたら危ないぞ。さあ今これどういう状況で、マウントポジションですね、マウントポジション。ちょっと娘がねセコンドしてる声が聞こえますけども、はい、ちょっとマウントからね逃げられないですね、フラビア・フランコ。おーっと、おーっと、これはどうか、マウントから腕十字、腕十字、腕十字伸ばされてるかどうか、どうですか、これどうですか、決まり。あー、ちょっと耐えたんですけどね、ちょっとタップしてしまいます。3分30秒、はい、腕十字で細谷選手一本勝ちです。はい、女子アダルト白帯オープンクラス1回戦、アガタフランコ対新井美香です。はい、先ほどはねちょっと負けてしまいました、アガタフランコ。試合終わってからね父ちゃんにすんげー一括入れられてね泣いてましたけども、でも試合やらねえなって言ってましたけど、ね、出てきましたね。はい、あのまあ負けたまんまじゃ終われねえってことでね、悔しいことで出てきましたよ、はい、このアガタフランコ。もう先ほどね母ちゃんがね1回戦で負けてますからね、はいはいはい、反対ブロックに娘が、母ちゃんと娘がね同じトーナメントにいるのもねなかなかすごいですけどもね、当たっちゃったらどうするんですかね。そうなんですよね、そうですね、やるんでしょうか、まあやらないでしょうけどね。さあこの1回戦、フラビア・フランコだ、フラビア・フランコ対細谷千恵子の勝者と、はい、このアガタ対新井選手の勝者が決勝戦で当たるということで、はい、この新井美香選手、ミブロですね、京都なんですね、京都から来てますね、京都対滋賀が浅草で行われているところですね、はいはいはい、さあどうでしょうか、このアガタフランコ、中1ですから、中1中坊ですよ。そうですよね、この間小6って言ってましたもんね。ランドセルはもうね卒業しました。おー、はい、サドンデス突入ですね、サドンデス突入です。さあタイムアップしてサドンデス、さあここからどうする、お引っ込んでいったのがアガタ、はい、中1のアガタフランコどうか、まだまだ、ね、将来有望ですね、ですね、中1なんて鼻水垂らしてましたよ、本当にしょうもないですね、出っ歯で鼻水垂らしてるんですか。いや本当に、はい、スイープして、お早い、アガタが勝利、はい、決勝戦進出ですね。はい、はい、女子アダルト白帯オープンクラス決勝戦、アガタフランコ対細谷千恵子です。はい、このね先ほど母ちゃんに勝った細谷選手を、はい、娘がね母ちゃんの敵を打つぞと、敵討ちですね、出てきましたよ、娘対ね母ちゃんの仇討ち、娘細谷千恵子さん、今もうねスイープして、はい、アガタが2ポイント取っております。さあそして今もうパスですか、もうパス入りましたね、パスガードしました。さあどうでしょうか、ここで今3ポイント追加でしょう、はい、スイープのパス、はい、今頃入りましたね、ポイント予想してるんじゃない。アンドリュー山根しょうもないポンコツレフリーですね、本当に予想してましたから確実に。さあ今5対0、ポイント5対0ですね。さあ今でガードに戻しました細谷選手、はい、さあこのガードから、反撃できるかどうか、さあ今このパスガード狙いですね、下から音を持ってますけども、ちょっとこれまだバックでしょうか、バック、あこれ締め入ってますかね、締めてますかね、どうでしょうか、どういうところでしょうか、おっとこれ締め入ってますか、お
さあポイントは変わらず5対0のまま。さあ今ここで今どういう状況でしょうか。あ、時計締めですかね、これ時計締めでしょうか、ね、あ、けど道着は脱げちゃいましたね、はい、道着は脱げたせいでちょっとこの締めは決まらないか。さあ潰しに行くところですけども、はい、けどまだこのポジションはね、亀のタートルポジションから今バック、足入れればこれバックマウント入りますけどどうでしょうか。今もう襟持ってますかね、はい、まだ足は入ってない。あ、今入りましたかね、入ったかな。あ、まだですね、まだですね。大谷選手バックマウントだけはディフェンスしてますね、はい、あ、で今起き上がった時にねタックル行ったんですけども、それをうまく潰されてしまったか、はい、さあ上がったのがトップポジション。ちょっともう今チラチラもうポイントの方見てますね。もう、はい、もう、もうポイント勝ちでいく感じでしょうかね。はい、時間でしたね。5対0スイープパスの5対0でアガタ・フランコ、はい、母ちゃんのリベンジを果たしてオープンクラス優勝しております。さすがです。はい、中1頑張りますね。はい、女子の試合見ていただきましたがいかがだったでしょうか。はい、今回も白帯の試合ばっかりだったんですけども、はい、キャロニア桑原相変わらず強いですね。クローズガードからの腕重視がうまい、はい、リベンジでね挑んでいったアガタなんですけど、それを返り討ち、うん、でもうきっちりもう一本で勝って優勝。そしてオープンクラスですね、もうフラビア・フランコ、アガタ・フランコのね、はい、フランコの親子ですよ。母ちゃんと娘が同じトーナメントで出て、はい、母ちゃんが負けた相手に決勝でリベンジで優勝したアガタ、うん、はい、ね、もうアガタはちょっとね今キャロリナに負けちゃってますけども、まあ、やっぱキャロリナ以外にはやっぱ勝ってますからね。またこの2人のライバルストーリー、はい、今後も見ていきたいと思います。はい、それでは CM です。プリーストセレクション、イエーイ。はい、このコーナーは新商品やおすすめ商品を紹介するコーナーです。本日は店長の中里さんにお越しくださいました。よろしくお願いします。はい、東京イサミの中里です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速本日はどんな商品をお持ちいただけますでしょうか。はい、今回は柔術の教則 DVD を持ってきました。お、第2弾ですね。はい、ビセンチュージュニオール、はい、デラヒーバガードの DVD となっております。はいはい、どんな内容ですか。はい、一応パンアメリカンを7度制したビセンチュジュニオール、デラヒーバガードの、あ、ごめんなさい、ヒカルド・デラヒーバですね。ヒカルド・デラヒーバ、はい、はい、と言われておりまして、デラヒーバの門下生の中で一応最も結果を残している選手と言われています。へー、はい、で一応そのヒカルド・デラヒーバの教えを請いですね、デラヒーバガードマスターした選手と言われておりまして、デラヒーバガードをどのようにこう効果的に相手にコントロールできるかっていうのと、まあほとんどの技がちょっと初心者向けとはなってるんですけれども、まあ初心者だけに限らず上級者の方とかも見ていただけるような作品内容となっております。これを見れば全てそのビセンチさんの技がマスターできるわけですね。そうですね、一応まあいろんなデラヒーバガードの教則 DVD はあるんですけれども、はい、今回はものすごくシンプルな、まあ、相手がこういうリアクションをしてきたらこっちの足を取ってこう返しますとか、そんなに複雑じゃない技が分かりやすい、はい、多く入っているので、まあ、初心者から中級者上級者の方にも、楽しんでいただける内容だと思います。はい、はい、でこちらイサミ全店で取り扱いありますのでよろしくお願いいたします。はい、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。柔術プリースト、はい、ここからは紫帯茶帯の試合を見ていただきますが、見どころはどんなところでしょうか。はい、紫帯はですねチアゴ・ファベーラ、はい、この試合とですね茶帯はですねもう
チャオビになったばっかりのトーマス・ミツ、はい、カルペディエムのね、もうチャオビのエース、このトーマスが頑張ってますので、はい、こちらの試合がっちり見ていきたいと思います。はい、 VTR スタート。はい、マスター紫帯びオープンクラス決勝戦、ホブソン木村対チャゴファベーラです。はい、ファベーラ出てきました。はい、対するホブソン木村、最近ホブソンね、木村だったり、はい、高野だったり丹野だったりね、はいはいはい、ホブソンさんいっぱいいますね。いっぱいいますね。はい、そんな中で戦うチャゴファベーラどうでしょうか。はい、はい、ファベーラもまたひげ伸ばしてねちょっと悪党な感じしますけどね、ファベーラ。おお、すごい、いいですね、足をすくって、はい、おー、もうこれでもうスイープじゃないですか。これ上になればもうスイープになりますよ、ファベーラ。はい、さあファベーラ上になりましたかね。はい、ホブソン木村は下からちょっと道着を掴んで足入れて、はい、バランスを崩そうというところ。あ、で今それはうまくいってちょっとバランス崩れてマウントはキープできずですね、ファベーラ。50-50じゃないですね、まだ。で今足をうまく入れていったところなんですけども、ファベーラどうか。くるくる回ってますね。はい、ローリングです、ローリングクレードル、ローリングドリーマー、どうか。さあファベーラ、はい、ここから今足を今クロールとか、まあ、1本足入ってますね。はい、ちょっと今これは、あ、もう足狙ってますね、足狙ってますね。相手の袖を引きながら今ちょっと足首をもう抱えてますよね、はい、あ、どうかどうか、今ちょっとこれも足決まってるんじゃないですか、決めに行ってるんじゃないですか。さあ裏になってどうか、決まった、裏になって決めた、チアゴ・ファベーラ、フットロック3分15秒、ファベーラ一本勝ちで優勝しております。はい、アダルトチャオビフェザー決勝戦、広瀬公弘対石田博士です。はい、広瀬公弘選手、はい、石田博士選手、はい、広瀬選手が双輪柔術、はい、石田選手が頂け柔術、はい、はい、この2人の試合どうでしょうか。このね、広瀬選手はね、この独特なヘアスタイル、かなりのね、ちょっとね、パーマがね、かなりでかいんですよね。あ、これパーマなんですか。そうなんですよ、ちょっとね、大阪のおばちゃん的なヘアスタイルなんですけども、はいはいはい、広瀬選手ちょっとね、柔術プリスト初登場だと思います。はいはいはい、双輪柔術の総帥ですね、代表。千葉の方でね、柔術道場をやられている広瀬選手と、はい、頂き柔術、石田博士選手。さあどうでしょうか、この2人の試合。ちょっとね、もう頭のサイズが全然違いますよね、やっぱ髪の毛の質量で。ちょっとね、イニシエのね、ダンスマンを思い起こさせるようなヘアスタイル、どうでしょうか。これがパーマだとしたらすごいですね。はあ、結構テンパで友達このくらいいるんですけど。本当ですか俺もね、大丈夫なんでしょうかね、広瀬選手、はい、なかなか独特のビジュアルで、でも覚えやすい方がそういうの、そうですね、キャラクターありますね、インパクトありますね。さあ石田博士選手、はい、今もうこのバックどうでしょうかね、入ってますか今。お、下からちょっと腕十字、バックからちょっとずりずり落ちながら腕十字かけてるところでしょうか。はい、もう石田選手もね、結構もうマスターの世代なんですけど、今回アダルトに出てるってことでね、はい、さあこれ腕十字どうでしょうか、石田選手。お、広瀬選手もうまくエスケープですね。はい、はい、さあクローズドガード、でも腕で、そうですね、そしてまた下からちょっと三角締めみたいなところで、お、うまくそれを潰してパスガードか。おー、ちょっと道着抜けちゃってますけども、さあパスガードでしょうか。あ、ちょっと今パスガードのポイントが入ろうかというところなんですけど、お、どうでしょうか。入りましたね、はい、パスガード入りましたよ、広瀬選手。さあどうか、今ちょっと石田選手がね、なかなかちょっと相手に背中を見せてしまってるんですけども、はい、ちょっと苦しそうですね。そうですね、ちょっとしんどいか、ポジショニング、はい、さあラスト1分の声、さあこれスイープできるか。お、お、お、片タッくる、おい、片タッくる2ポイント返しましたね、はい、あ、そして下からちょっと締め入ってますか。あ、そして今上になってますけども、はい、ラスト30の声、
さあどうか、ちょっと今腕取りましたね。さあ腕十字、お腕十字の、あどうか、あまだクラッチ、クラッチ外せない、忍びたいところですね。そうですね、ラスト15、さあ決めきれるか石田選手、おっと足で相手の腕を剥がしていって腕伸ばした1本、あと何秒ですかね。本当ですね、もう試合終了間際7分52秒、あと8秒というところで決めました。腕十字で一本勝ち、石田博史選手、ワンマッチ決勝戦を制しております。はい、アダルトチャービライト決勝戦、野口学対ホブソン高野です。はい、ノバウニオンのホブソン高野、はい、でそして南川内ジューツクラブ野口学選手、はい、このね、南川内ジューツクラブ野口選手以外の選手はいるんでしょうか。あ、そうなんですか。もう全然ね、あの野口選手以外のね、南川内ジューツクラブ出身の選手見たことありません。あれ、さあ野口選手、そしてね、ちょっと投げられちゃいましたけどもね、はい、さあどうでしょうか、ちょっと野口選手も頑張ってほしい。最近ね、ちょっとね、あの、はい、負け込んでますからね。そしてホブソン高野、ノバウニオン、先ほどはホブソン木村もノバウニオン、はい、ホブソン高野もノバウニオン、はい、ホブソンですね。丹野さんに会いたいですね。だから丹野さんはね、最近ね、子供が生まれましてね、はい、育児に忙しいということで試合ちょっとお休みしております。うね、息子の龍二君とね、一生懸命子育てしてますからね、今。龍二君、はい、娘ができましたね。あ、1本、今のはちょっとエゼキレでしょうかね。3分20秒、締めで、はい、ホブソン高野一本勝ちです。はい、アダルト超美ミディアムヘビー1回戦、ウィル・カラカワ対トーマス・ミツです。はい、出てきましたウィルさん。そしてトーマスですよ。トーマスのね、今声援がすごい、はい、トーマス先生です。トーマス先生、ちょい、いきなりベリンボロだ。ベリンボロでもういきなりもうバック。ほら、もうトーマス頑張ってみたいな子供の応援だ。トーマス・ミツ、フランス人。はい。あ、もうこれもうバックじゃないですか。バック取ってんじゃないですか。トーマス、この流れるような動き。はい。さあ、バック取ってますよ。さあ、ウィル・カラカはどうか。なんかヒーローみたいですね、子供に声援されて、ね、おっと、もうこれ締めだ締めだ締めだ、がっちり決まってますよ。一本ですね、もう盤石ですね。1分23秒、ワンツースリーで締めで一本勝ち。トーマス・ミッツ、チャオビデビュー戦を一本勝ちです。はい、アダルトチャオビミディアムヘビー1回戦、ビル・カラカワ対クレイトン・マノエルです。はい、この試合はですね、あの 前回配信した同意の試合でもやってますね、はい、はいはいはい。さあ今回は同意で対戦、どうかこの2人、クレイトン・マヌエル対ウィル・カラカワ、はい、さあクレイトン・マヌエルはノバウニオン、ウィル・カラカワツリーブール BJJ、はい、あ、もうこれちょっと、もうこれちょっとパスガードでしょうか。もうちょっとサイドコントロールに入って、もう、あ、パスガード入りましたね。はい、サイドコントロールです。顔が真っ赤になってますけど、そうですね、ちょっとね、ちょっとしんどいか、どうでしょうか。なんか入ってますかね。はい、あ、もうちょっと、もう締め、これ襟持たれてますか。あ、もうバックマウントの4ポイントも追加。さあそして襟も持って、あ、またこれもボアンドローチョーク、ー1本早い、なんと50秒、1分かからず50秒でクレイトン・マヌエル1本勝ち、鮮やか、はい。はい、アダルトチャオビミディアムヘビー決勝戦、トーマス・ミツ対クレイトン・マヌエルです。はい、出てきました、この注目の初対決、はい、トーマスはこの大会でチャオビデビュー戦、はい、クレイトンはもうチャオビでかなり長いですね、もういつクローになってもおかしくないっていうような実績の持ち主、はいはいはい、さあこの2人の初対決どうでしょうか。クレイトン対トーマス、はい、あ、けどもういきなりこれパスですかね。お、もうパスだ、うまい、今のね、パスガードもうまいですね。相手の足を超えるようにして腕を伸ばしていって、そこからパス、ポイント入りましたね、もうパスガードのポイント入りましたよ、はい。さあクレイトン・マヌエル対トーマス・ミツもポイント、おー、一気に飛びかかっていくようにしてアタックしていった、はい、トーマス・ミツアグレッシブ、さあ、さあガードの攻防な、ガードをね、はい、うまくね、やれなかったらガードを作らせない、先手ですね、トーマス先手を取ってますね、はい。ちょっともうちょっとこれちょっとニアバックですね、これ締めも、ここから締めも狙えるかどうか、はい、ちょっとクレイトンがね、ちょっと攻め込まれてるところがありますが、どうか、さあここから今締めを狙おうというところでしょうか、
はい、お、これはもう、あれ、うん、私が入ればバックじゃないですか。お、今、バックマント入りましたか。バックマントですね。お、今もう首の方に、あ、もうバックマウントの締めのアタックですね、はい、さあどうか、締めですかね。さあどうでしょうか、はい、ちょっとね、もうバックマウントポジション取ってるけども、まあ、締めはちょっとうまくエスケープしてるっていうところでしょうか、はい、トーマス対クレイトン・マンネル初対決。お、タイムアップですね、タイムアップ。さあバックのポジションキープしたまんま試合終了のホイッスル、はい、9対0でトーマス・ミツ勝利。おー、すごい。チャオビデビュー戦を優勝しております、トーマス・ミツ。はい、はい、紫帯チャオビの試合見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、もう紫帯ファベーラの見事な一本勝ち、はい、そしてチャオビですよ。チャオビデビュー戦のトーマス・ミツがね、もうチャオビもトップクラスのね、クレイトン・マンネルから勝って階級別優勝、はい、チャオビのデビュー戦でトーナメント優勝っていうのはこれはすごいと思いますね。 CM の後はですね、この無差別級、はい、こちらもですね、クレイトンとトーマス、まあ、出てますので、こちらの試合注目してください。はい、 CM です。Hi, my name is Luis Fonseca. I show you some positions for you. Bien, primero agarro solapa y manga, apretando kimono. Ahora doy paso lateral, perpendicular y sostengo. Esta mano desliza a la altura de la cabeza, aquí atrás. Paso. Uno, dos. Siguiente. Y cuando yo quiero entrar, él esgrima primero. Entonces cierro lejos. Ahora, permiso. Entro. はい、ここからはチャオビのオープンクラスの試合を見ていただきますが、見どころはどんなところでしょうか。はい、階級別でした野口、トーマス、クレイトン、このね、三つどもえ戦、こちらの方チェックしてください。はい、VTR スタート。はい、アダルトチャオビオープンクラス1回戦、野口学ぶ対トーマス三つです。はい、もうトーマス対野口、うん、こんな初対決じゃないですか、はい、さあ、もうどうでしょうか、野口選手、はい、一人南川内ジュースクラブ、もう、ね、最近ねもうちょっと負けが込んでますからね、勝ってほしいですね、ここは。そうですね、頑張ってほしいですね、はい、野口選手。さあどうか、おお、これもうちょっとダイナミックな動きで、もうバックだ。さあ、そしてもう襟持ってるか、トーマス、はい、でも相手が動かしたから、ね、ああ、ちょっともうこれは締め入ってますね、入ってます、ああ、一本秒殺です、秒殺ですね、54秒、秒殺一本勝ち、トーマス・ミツ、はい、強い。
はい、アダルトサーブオープンクラス1回戦、野口学対クレイトン・マヌエルです。はい、またもや出てきました、野口学対トーマス・ミツじゃなくて、うん、クレイトン・マヌエル、マヌエルさんです。クレイトンどうか、身長がすごくないですか。やっぱね、それが無差別級ですよ。すごいですね。はい、さあどうでしょうか、引き込んでいったクレイトン・マヌエル、はい、野口選手このパスガードできるかどうか、この足の長さどうか、足を伸ばされちゃうともう、そうですね、届かないですよね、この長さ、ね、足の長さがちょっと驚異的じゃないか。そして今これもう、あ、三角のセットアップだ、ちょっと今ちょっと無策に突っ込んでしまったんじゃないか、野口選手、ああ入っちゃいますね、粘りもせずあっさりタップ1分5秒、はい、三角締めでクレイトン・マヌエル一本勝ち、秒殺秒殺でしたね。はい、アダルトチャービオープンクラス決勝戦、クレイトン・マヌエル対トーマス・ミツです。はい、もう階級別の決勝戦が無差別級の決勝戦、はい、この日のうちに2度目の対戦ですね。やっぱこうなっちゃいますよね。やっぱさっきはですね、もう初対決だったところもあって、はい、ちょっとクレイトンがねゴテゴテ回りましたけども、はい、もうさっきね試合やってからもうどんな感じかもう分かってるはずです。同じつてはね踏まないとばかりにね、もう今足かを狙ってきましたクレイトン・マヌエル、はい、さあどうか、トーマスもねさっきは勝ちましたけども今度はどうか、クレイトン対トーマス・ミツのこの第2戦ですよ、はい、あ、これ膝十字ですか、膝十字じゃないですか、膝十字、さあそう、茶帯からね、はい、紫帯から茶帯のね一番の大きな違いこの足関節技ですね。今まで紫帯でできなかった、はい、フットロック、トーホールドだったり、今トーホールドですね、はい、膝十字だったりっていうのがいきなりここで解禁されるので、さあそこの対応力はどうか、トーマス・ミツ、帯によってできない技とかもあるんですか。そうなんですよ、チャオビとトーホールドしかできないんです、膝十字とねトーホールドは、そうなんですね。さあそういうところをね、あえて相手の不安なところを狙っていくあたりがこのクレバーなところじゃないでしょうか、はい、クレイトン・マヌエル慣れてないところを狙っていった方が、そうですよ、相手がね苦手としてるところにねもう攻めていくところがもうクレイトン・マヌエル、はい、あ、けどトーマスうまくねディフェンスしましたね。けど今足感を外して、はい、けどまだ足をね必要に狙っていくところ、けどその足感狙いをね外してまたバックですよ。さあバックにねつこうというところ、ニアバックですね、はい、さあこれで足のフックができるかどうか、鮮やかですね。いやもうカウンターがうまかったですね、もうこれニアバックです、これ足のフックを刺したらダメですよ、はい、けどもその足のフックをさせなくても締めは決められますからね。あ、またこれ締めだ、お、さあ締め来ましたよ、さあ起き上がってこれ締めを決めようというところどうでしょうか。これは今襟はどうか、あ、離しましたね。さあポジショニングを優先したかトーマス・ミツ、はい、さあクレイトン・マヌエルはバックマウントをうまくエスケープしようというところですが、けどまだバックのコントロール、まだトーマスがまだ優位に進めてますね、はい、ちょっとクレイトン最初のね足換狙いがねすかされて以来ちょっとポジションを復活できない、けどまだここから前転して膝重視とかもありますからね、はい、ここから攻めていってほしいですね。だけどまあちょっとまだトーマスがうまく逃げてますね。おー、ちょっと腕重視だ、おー、トーマスが攻める攻める、相手の受けをね技をね流してカウンターで攻めてきますよ。や、鮮やかですよね、流し方が、いいね、あの充実がね無理がないというか、はいはい、スムーズですよね。さあガードになりましたよトーマスが、そして上からまた足換狙いだったんでしょうか、今のは。さあどうでしょうか、まま、クレイトンのガード、トップポジションのトーマス、はい、はい、今ここは相手がちょっと膝を入れてますね、これレッグドラッグポジションに行こうというところなんですけど、はい、まだいけないか、マヌエルさんが押されちゃう、そう、ま、クレイトンがちょっとまずいですね、ちょっとね珍しい、ちょっと後手に回ってる感はありますね、はい、強敵がちょっと、そう、新たなね茶帯のニュータレントですよ、このトーマス・ミツ、はい、これ今どうでしょうか、今ここはバックコントロール、はい、まあ、トーマスも茶帯になるまでにもう紫帯できっちりと実績を積んでね、うん、もう満を持して茶帯だったんで、
もうチャオビンにも、もういきなりトップグループに食い込んでますよね。今もうこれはそうですね、まあ、けど相手の袖を引いて、はい、コントロールですね。2015年末のトーマスはもうエース JJF ドマーの大会4大会連続で紫帯で階級無差別4大会連続でね、はい、2階級制覇しましたからね、まあ、最後の試合こそハイサムちょっと決められちゃいましたけども、はいはいはい、いやハイサムさんそうね、そうなんですよ言ってサムハイだけはちょっとね別枠ですからね、ガーナの巨人ですからね。そうですよ、ガーナチコレートですから、ガーナ対フランスですからね、はい、私の大好きなハイサムさんなので、はい、さあそのハイサム以外からも全部ね決めて勝ってるトーマス・ミツ、はい、このチャオビになってもねいきなりトップグループですから、このクレイトンとの第2戦目、はい、クレイトンもさっきやられてるからチャオビの先輩の意地を見せたい。ちょっとクレイトンもね、最初こそ足換狙いでガンガン行きましたけど、はい、ちょっと慎重になってるところあるんでしょうか。あ、ちょっとこれスイープできるか、スイープできるか、さあもうちょっとここで慎重な試合動きになってるんでしょうか。お、このパスもいいですね、相手の足をコントロール、ここで決めていかないと。そうですね、けどこれ今ちょいバーですよ、ちょいバー、ちょいバー、はい、ちょいバーで足かけられるかどうか。あ、ディフェンスしましたね、足をかけさせない。さあ試合時間もう残り少ないぞ、はい、ちょっとね行かないといけないですよクレイトン、ポイント的にはちょっとね負けてますからね、はい、今ちらっとねポイントを見ましたトーマス、はい、そろそろ大丈夫かな。そうですね、あ、そして今足を横からの、これはどうでしょうか、これは横から足を引っ掛けましたね、はい、そう、これ足を腹が取るみたいにしてやってますけども、さあクルスフィックス、さあ子供のカウントダウンで試合終了ポイント4対0、4対0でトーマス・ミツ2階級戦、もう超ビデビュー戦で階級無差別優勝ですよ、すごいトーマス・ミツ素晴らしい動きでした、おめでとうございます。はい、チャオビのオープンクラスの試合見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。いや、もうやはりの決勝戦に勝ち上がってきたのはトーマス対クレイトン、階級別のね、はい、リベンジマッチ、これをねもうやっぱり最初の方はもう初対決ということでお互いちょっとね見合ってる部分もあったかもしれませんけども、はい、今回のね2戦目はね、うん、もうやっぱりお互いのねもうテクニックのね裏の裏をかきながらもいい勝負を見せました。そしてそこを4対0でね勝ってトーマス・ミツ、チャオビデビュー戦でね2階級制覇ですよ、すごい、さすがだとしか言いようがありません。もうしかもね危ないところはもほぼなかったと言っていいんじゃないでしょうか。もうチャオビの第一戦をね2階級制覇で締めたトーマス・ミツ、はい、もうチャオビのね新たな新星、これからのね活躍も期待したいと思います。はい、それでは CM です。今日はエース JJF オールジャパンギー&ノーギー2016パート2の試合見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。はいね、もう女子色帯もうトーマス・ミツの2階級制覇チャオビね、ドラマチックチャオビデビュー、はい、こちらの方ねがっちり見てきましたね。トーマスこれからの活躍もね非常にね、うん、楽しみですね。このトーマスとまだやってない選手いっぱいいますから、チャオビ、うんうん、主者とかのね試合もねいつ実現するのか、こちらの方もね楽しみ待ちたいと思います、うん、はい、そして告知です。はい、今週も来ましたブルーディスティニー、
ボリューム3、9月3日土曜日開催いたします、はい、で場所がですね代々木のミューズ、本館ですねのホールで、やりますので、はい、はい、で第一締め切りがまだあれです7月31日で、ここまで2000円となっておりますので、ブルティリアの日ですのでね、その会場でねエントリーしても OK です。はい、ラスコンブースしますからね。そうだ、申し込み用紙持ってきます。そうですね、はい、ここで書いてもらえればやるようにしますのでね、はい、こちらの方もお楽しみしてください。はい、で、あとは、まあ、そうですね、くじ引きだったり、アブソ、アダルトアブソの、優勝者にはあの道着を贈呈いたしますので、ぜひ参加してください。はい、よろしくお願いします。お願いします。最後は東京にお願いします。はい、橋本欽也の柔術プリースト。この番組はファイターズショップブルテリア、金属工事、柔術一式、一血、イサミ、ベリーハードトゥースブミット、ラスコンチュス、ヌマウ、株式会社、フルフォース、スクランブル、以上各社の協賛によりミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りしました。はい、橋本欽也の柔術プリースト、また来週お目にかかれると思います。さよなら。さよなら。